東山さんとの仲の良さは半端じゃないですよね。そうですね、昔からの何人ぐらいいます、芸能人かどうか分からないし、あの で今度はですね、はい、ちょっとあの河合さんご本人のお話を聞きたいんですけど、まずですね、河合さんってそのバレーボールだけじゃなくって芸能界のやっぱ人脈の広さっていうか、本当、はい、だってずっと個人事務所でしょ、27年間ぐらい個人事務所です。あの、いつからどうやって芸能人と親しくなってるんですか。東京の子だから、もう変な話、中3ぐらいから新宿とか渋谷で遊んでるじゃないですか、うんうんうん、東京の子だからね。ほんで大学生の時にちょっといろんなお店、ショーパブとか行くようになったんですよ。大学生でショーパブね。ショーパブ、はいはい、で初めて行ったショーパブでトンネルズがいたんですよ。うわ、トンネルズだ、ちょっともうテレビ出てたから、うん、トンネルズがショーパブにいて、でそういうとこ行ってたら芸能人とかやっぱ来るんですよね。で初めてぐらい、まあ、すげえ皆さんが知ってる芸能人でいうと初めてぐらいに会ったのがチャゲアスですよ。あと僕すっごい仲良かった人がたまたまジャニーズのマネージャーだったんですよ、うん、ほんで、マチとかあと小ネタとか担当してたんで、で小ネタ紹介されて、でそっから東と仲良くなって、まあ、あと他の2人も仲良かったんですけど、うん、まあ、東が一番この飲むスタイルが一緒だったんですよ。乱れないって、飲んでも乱れないとかあの、いや、錦織とかっちゃんは乱れるっていう、あ、乱れるか東が一番スタイルが似てて、うん、それが一緒によく飲みようになって、もう週に 4日ぐらいはあのプルバ入ってたから、はい、ビレーだったから、でそれぐらいからあのなんか清原とか、ああ、あの工藤公康とか西武ライオンズがよく来てたから、みんなでわーって合流しながらとか。いや、でも東山さんとの仲の良さは半端じゃないですよね。そうですね、昔からあのなんかやっぱ信頼関係がお互いあるんで、大阪のスナックで、はい、河合さんと東山さんとご一緒したことあるんですね、はい、でね、この店にね東山さん呼ぶかって僕思ったんですよはいはい、で普通にあのみんなで仮面舞踏会歌ってましたから ねあそこは他にお客入れないでって入れないでくれるママだから、まあね、ちょっと小太りのままね、うん、小太りのまま、そう本当にそのまた違う時にあそこに円形さんじゃないですか、ああ円形さんと東と僕ともう一人で行ったんですよ、うん、円形さんがまだ売れる前、うん、まだ、ああ、なんか、ああ、遠藤さんだぐらい、うん、もうベロベロバレて俺は今日ここで泊まっていくって、おかしいでしょこんなスナックに泊まっていくって、ああ先帰ってくれとかね、もうあのスナックいろんな人連れて行ってて、結構こう安心するんですよね。まあね、ママが綺麗だったらちょっと心配なんですよ。それ言うと失礼、失礼、ね、ちょうどいいママ、ちょうどいい、分かります、ちょうどいいママなんで。そうやって大学時代から六本木やなんかね、渋谷とかに出入りしてたら、はい、モテたでしょ。僕ね、小学校の時からね、あのクラスで一番モテたんですよだからバレエやったからモテたとか言われるのが一番嫌で、なんかバレエやったからモテたみたいな感じで、でそのやる前からあのモテてたから。日体大で日本代表を選ばれた頃ってアイドル誌の表紙とかなってましたよね。っていうよくあのね、ちょうどね、今もうないんですけど、まあセブンティーンのありますけどね、セブンティーンと明星平凡、あとプチセブンとか、ね、うん、アイドルなんちゃとか、ね、なんか、うん、バレーボール雑誌以外の取材がやっぱ多かったですよ。バレーボールの雑誌もその時にちょうど僕バレーボールで全日本になった時はね2つだったんですよ、バレーボール雑誌って、うん、僕全日本に入ってからね、あの5誌になった。ワールドカップ河合俊一人気で、あ、自分で言うのもおかしいですけどバレーボール人気です、バレーボール人気でそうなりまして、ええ、そりゃモテますね、その時はまた、はい、あのでも今と違って僕らの時代ってアマチュアスポーツ選手はバラエティ番組出ちゃいけないから、試合やるかニュースでコメントするだけですよ。今だとこんな人気出そうもないじゃないですか。よかったのはその雑誌ですよ。もう雑誌でバーッと出て、うわーで女子高生とか女子中学生がなんかブームが来て、ほんで逆に言うとどんな喋りをするんだろう知らないから、みんなだからみんな会場来て近くに行きたいみたいになってきて、会場がいつも前になる。だからバレボールとかにも言ってるんですよ、
雑誌をあの大事にしようと、もう雑誌行こうと、雑誌が雑誌だけでもあの人気者を生まれることができるからっつって。でもあの結構女優さんとも親しいですよね。そうですね、めちゃめちゃ携帯の中には芸能人の電話番号ってどれぐらい入ってますか？分かんない。ちょっとね、どうなってんだろうな。あのこれですけど、電話するのは未だにガラケーなんですよね。ガラケーね。なんでかと、これだとなんか口に届いてないじゃないですか。なんか喋れてない感じするんですね。これだとほら届いてないんですよ。これで未だにやってますよ。今時そんなことを言う人なんかなかなかいないです。いないですよね。何人ぐらいいます？芸能人かどうか分からないですよ。あの分けてます。分けてます。あ、375人です。375人。なかなか昔の人からでしょ、ずっと。あとかですよ。だってあれですもんね、この後輩つながりでそこそこジャニーズの若手の子とかもね。そうですね、若いやつで会うのって中島健人。あとジャニーズって今はそうでもないですけど、バレーボールのワールドカップでデビューって多かったんですよ。セクシーゾーンとか、まあ変な話嵐とかニュースとか、うん、ね、あの平成ジャンプとかね、うん、一番最初は V6 で、結構やっぱりそれでほぼ1ヶ月間ぐらい一緒にいたりするから、やっぱり仲良くなったりするんですよね。これから河合さんチャレンジしてみたいこととかあります？でも最終的な目標が芸能界みたいな、この入ったのもビーチバレーの宣伝の延長上だと思ってるんで、ビーチバレーやっぱりメジャーにしたいですね。世界ではメジャーなんですよ。これ世界中でマイナーだったらあれですけど、世界でメジャーなんです。ヨーロッパとかアメリカとかで、これやっぱり日本でも世界と同じぐらい、まあ、メジャーにしたいなというのが今のところ目標ですかね。男子はちょっといい男でもやっぱり弱いとやっぱりね、一気に人気落ちるんで、やっぱり強いやつ見ければいけないです。じゃあそういう選手を育ててください。はい、わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。